自民党総裁選挙の投開票が今日行われ、石破茂さんが第28代総裁に選ばれました。奈良2区選出の衆議院議員で経済安全保障担当大臣の高市早苗さんは、決選投票に進んだものの新総裁の座を射止めることはできませんでした。総裁選挙には過去最多となる9人が立候補し、国会議員票368票と党員票368票を合わせた736票をめぐり選挙戦を繰り広げてきました。高市さんの陣営は投票前に今日正午から東京都内の衆議院第一議員会館内で決起大会を開きました。皆様とともに日本を守り未来を開く、そしてもう一回日本を世界のてっぺんに押し上げましょうよ。高市さね、勝つぞ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 。午後1時過ぎ、自民党本部で国会議員票の投開票が始まりました。その結果、国会議員票と党員票を合わせた票数で高市さんが181票で1位、石破さんが154票で2位となったものの、いずれも過半数に届かなかったため上位2人による決選投票に。そして新しい総裁には国会議員票189票、地方票26票、合わせて215票を獲得した石破さんが選ばれました。国民を信じ、勇気と真心を持って真実を語り、この日本国をもう一度皆が笑顔で暮らせる、安全で安心な国にするために、石破茂、全身全霊を尽くしてまいります。一方、2度目の挑戦となった総裁選挙で、日本列島を強く豊かにと経済成長を中心に訴えてきた高市さん。決選投票の結果は194票、このうち国会議員票が173票と伸び悩みました。私の力が足りなかった、それだけでございます。本当にこんなにたくさんの方に助けていただいたのに、もう自分を責めるばかりでございます。本当に初心に帰って、もうゼロからのスタートですけれども頑張ります。